いいや。席か。おい、あれ見てみろ。菜の花だ。よし、早速問い詰めようぜ。バカ、素直に裏引きを認めるわけねえだろ。問い詰めるのはこっちが証拠をつかんでからだ。ここは元刑事の言うことを聞いとこうぜ。はいはい。すみません、ただいま満席でして。いや、待ち合わせなもんでね。菜の葉の前に座ったな。あの男、裏引き相手なのか。二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言だって、こっからじゃ何にも聞こえねえぞ。春日、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。わかった。あのすみません、ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよな。いいだろう。はい、どうぞ。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか？ずいぶんと疲れたお顔で。最近、体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。お、今、金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いねえ。待て、受け渡しの瞬間を抑えてからだ。なんとか200万。はあ、残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんにと言ったのはあなたですよ。今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に
でも父も。え？大丈夫ですね。え？はい。すべてがお父さんもあなたも慣れますから。父に会うことは。それはできません。その方がいい。父をお願いします。わかりました。さ、もう行きなさい。なんで女が金を払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。ナノハさんは何か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな。詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いつなあ、悪い。おい、おっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ、こいつ骨折れちゃってるぞ。んなわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。待てやこら。一気にしてやる。負けねえぞ。ほい、来た。なめんなよ。俺の番だな。おい、なあ、
社会福祉法人、おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど、こいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ。何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。気品漂ういかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん、ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっきサテンで会ってた男はここの職員か。だとすりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。こちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね。菜の葉さん、ああ、向こうだ菜の葉さんのことですね。お父様はこちらにご入居ですが、何か。俺ら、その向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど、中に入れてくれねえかい。すみませんが、面会は親族のみとなっております。ああ、普通はそうだろうな。いや、面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ。菜の葉さんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができません。え？内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。質問もホームページからお受けしていますので。見学さえできねえなんていくらなんでもおかしいだろう。